はこれしかないって思えたあの日を捨てずに勇気で掴んまで全てが無謀な挑戦だ。ずっと夢の中にいたいけど夜風に当たって目が覚めたのなら空を睨むんだ。涙の数を世界がずっと見ないふりしている。言いばかり数えている。いつでも何度つまずいてもがんざりけの前がいて支え合いくれる日々ならばそれが何よりいいのにな。星より光る夢が欲しいってところ。皆さんこんばんは。この時間はいよいよ12月26日から開催されますボートレース福岡で開催されるプレミアム G1 第10回クイーンズクライマックス開幕直前スペシャル2021年ラストバトルティアラをかぶるのは私です編をニヤにわたってお送りしてまいりましたが、今日は2日目の最終日となります。今回も3名の選手にご出演いただきまして、クイーンズクライマックスを盛り上げていきたいと思います。本日パート2は私大島萌がお送りします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、そんな私の強い味方を、強い味方ですね、はい、この方にもお手伝いいただきたいと思います。はい、強い味方のアシスタントを担当させていただきます岩崎あかです。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。今日は大島さんとですね、楽しく番組盛り上げていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。もう初めましてで、はい、こういっちゃなんなんですけど、はい、おんぶに抱っこで、はい、おんぶさせて、あ、抱っこしてもらおうと思ってます、はい、おんぶに抱っこしてもらおうと思ってますので、はいはい、お任せあれ。いろいろもう岩崎さんに聞けばもうボートレースのことは大丈夫と伺ってますので、そんなもうハードル上げないでください。本当にもう頼りにしてますので、よろしくお願いします。まあね、今回の舞台が福岡ということになったんですが、うんうん、はい、どうですか大島さん、福岡の思い出なんてあります？もう福岡は本当にご飯が美味しくて、うん、豚骨ラーメンも大好きだし、うんうん、毎回じゃがりこっていう おやつあるじゃないですか、はい、お菓子、はい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 、あれの福岡限定の、うん、九州限定かな、うん、明太子味があるんですよ。おめちゃくちゃいいつまみになるんで、うんうん、毎回買って帰るぐらい大好きなんですよ、うん、でもその食事にもっと増す、はい、好きな素敵な思い出がありまして、はいはい、ボートレース関係にもなるんですけど、うん、私昔10年前ぐらいにボートレースのお仕事をさせてもらってた時があって、はいはいはい、その時にこう選手名鑑みたいなのを見させていただいて、うん、篠崎元志選手に一目惚れしたんですよ。元志、はい、かっこいい、元志かっこいいって言ってたら、はいはい、ボートレースの関係者の方が、はい、そういうじゃあせっかくだから元志とデートのロケをしましょうって言って番組を企画してくださって、はいはい、福岡で元志とデートをしました。おおすごいですね。愛車に乗せてもらって福岡の街並みをいろんなとこ連れてってもらうという企画で、はい、デートさせていただいて、最後マンションまで お家まで行ったんですけど、はいはい、そこでこう結婚式の写真を見て、はい、結婚していたことを知るという、はい、そういうオチでした。なるほどなるほど。とっても苦い思い出がありますけど、ね、大好きな街です、まあね、はい、今ありましたけどね、福岡というとね、うん、まあ、篠崎ブラザーズって言ってね、はい、元選手、ひとり選手、うん、まあ、いますが、まあ、今回はね、はい、クイーンズクライマックスということ で、美女たくさん出てきますよ。いや楽しみです。はい、それではですね、皆さんをご紹介する前にですね、うん、ボートレース福岡からお知らせがございます。はい、はい、クイーンズクライマックス開催期間中ですね、12月30日そして31日につきましては事前申し込みで、当選された方、またはですね指定席券をお持ちの方のみが入場できます。詳しくはボートレース福岡のオフィシャルホームページご確認いただきたいと思います。さあ皆さん、お待たせいたしました。早速本日のゲストにご登場いただきましょう。こちらの方たちです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはじゃあ一人ずつご紹介いたしましょう、うん、はい、まずはこの方、賞金ランキング第1位4年ぶり2度目の優勝を狙う遠藤恵美選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう遠藤選手、触れなきゃいけないものがいっぱいあるんですけど、うん、どこら、どちらにいらっしゃいますか、はい、今キャンプ場です。キャンプ場はい、キャンプ場から、すいません、オフってことですね、完全に。そうですね、はい、すいません、オフの時にお付き合いいただきまして。キャンプお好きなんですか？はい、大好きです。どれくらいの頻度で行かれるんですか？でも休みが結構あったら行きます。じゃあもうキャンプ飯とかも、はい、サクッと作れちゃう感じですね。はい、はい、
はい、あ、さすが。じゃあ、うん、オフをちょっと犠牲にしたかもしれませんが、はい、今日お付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて賞金ランキング第5位、クイーンズクライマックスは嬉しい初出場です、渡辺由美選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、由美選手今どちらにいらっしゃいますか？あ、自宅です。あ、自宅ですか。オフの日はいつもどういうことをされてますか？はい、オフの日は最近あんまりないんですけど、うんうん、あの酵素風呂に入ったり、はい、トレーニングしたりしてます。すごい。酵素風呂って、酵素風呂ってどんなお風呂？なんかパウダーみたいな酵素に埋まるやつなんですけど。なんか、ね、めちゃくちゃ熱いやつですよね。そうかそうか、うんうん、10分くらいで汗ぐったぐたにかくやつ。はい、汗かくやつです。すごいストイックですね。お休みの日も、ね、でもすっきりするんでしょうね。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、そして最後になります、賞金ランキング第6位、8年連続8回目の出場、小野聖奈選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野選手は今なんかどちらにいらっしゃいますか？え、私も自宅です。あ、ご自宅から、うん、はい、そうです。よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。普段はどんなことをされて過ごしてますか、オフの日は？うん、特に何もしてないんですけど、はい、でも私も最近キャンプ始めて。おお、キャンプたまに行きます。キャンプ、どういうところが魅力ですか？はい、やっぱキャンプ増えてますよね。うん、ああ、もう星ですね。星、夜中の星。はい、空が綺麗だからね。最高です。はい。キャンプファイヤーを囲みながら一杯みたいな語り合ったり。あ、そうですね。キャンプファイヤーはしないですけど。あ、しないんだ。今時のキャンプはしないんですね。いやいや、私始めたばっかなんで、うんうんうん、まだあの遠藤さんに結構いろいろ教えてもらいながら。あ、そうなんだ。皆さん同士でプライベートでこう、はい、キャンプ行ったりとかお出かけしたりっていうのをされるんですか？まだキャンプは行ったことないですね。うん、あ、ちょっとその共演も見てみたいですね。はい、そうですね、お二人のプライベートキャンプ、うんですね。うん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて、クイーンズクライマックスのお話の前に、はい、今年これまでを振り返っていきたいと思います。はい、そうなんですよね。はい、うん、なのでちょっとね、お一人ずつね、うん、今年どうだったかっていうのをね、まず聞いていきたいと思います。はい、まあ、まずはね、遠藤恵美選手、うん、まあ、今年はね、レディースチャンピオン夏に取りまして、ね、レディースチャレンジカップもね、先日取られていましたが、今年振り返ってみていかがでしょうか？うん、そうです、あの去年よりは、うん、あの結果は残せてるんですけど、はい、全然自分の納得するような、はい、結果は残せてなかったと思います。そうなんですね。そうなんですね。まあね、でもあのちょっと手元の資料によりますと、うん、まあね、女子の四大レースで6位になって、うん、まあ、歴代単独1位なんていうね、この若さでそんな偉業もですね、成し遂げてらっしゃいますけど、うん、そのあたりに関してはいかがですか？特に何も思わないですか？なんか、うん、頑張った自分にご褒美とかはあんまり遠藤恵美選手はしない感じですか？うん、あ、買い物とかは常にあの好きなものは絶対買ったりしてるんで、うんうんうん、特別何かご褒美とかないです。あ、そうなんだ。ね、いつも毎日がご褒美。そうかそうか、毎日がご褒美だって。そうですね、毎日がご褒美。めっちゃいいな。ね、先日もね、レディースチャレンジカップで優勝されて、うん、なんかウィーニングランも辻選手と一緒に仲良くやってらっしゃいましたけど、はい、あれは打ち合わせされてたんですか？あ、これか。打ち合わせはないです。ね、すごい。はい、ね、レディースチャレンジカップのね、今映像流れていますけどね、うん、優勝戦でね、はい、1号艇が遠藤恵美選手、まあ、この時どうでしたか、気持ち振り返ってみて。あ、なんか、うん、結構自信持っていけたので、そんな緊張することもなく、うん、今年の優勝戦の中では一番いい逃げができたかなと思います。あ、そうだったんですね。なんかね、モーターもすごくね、あの、いいなんていうコメントもねされていたと思うんですけど、はい、うん、なんか今年モーターどうですか、なんか抽選運っていうの、なんかこうこちらからお見受けしてるとなんかいい感じがしますけど、ビッグレースで。そうですね、うん、すごくいいと思います。ね、すごいね。そういったね、モーターのね、好きっていうのも引き寄せて、まあ、ここまでね逃げられていて。モーターは選ぶんですか？はい、モーターはそうですね、抽選、うん、抽選で毎回やりますのでね、そうかそうか、すごくいいモーターを引いて、これね、レディースチャレンジカップも取られています。はい、まあね、来年はね、こうなると SG へのね出場機会とかいうのもたくさんねありそうですね、遠藤選手。
そうですね、うん、あの G1 とか SG であのしっかり結果を残したいですね。ここまで遠藤選手、この1年間振り返っていきました、うん、さあ続いてですね、まあ、渡辺由美選手にお伺いしたいと思いますが、はい、渡辺選手はいかがでしょうか、今年1年振り返ってみて。そうですね、うん、まあ、優勝もして、うん、はい、まあ、コツコツあの積み重ねてきたのが結果に出せてるかなって感じですかね。ね、成長中です。成長中、まだまだ成長中、はい、今年はねご自身キャリアハイ の成績を残されていて、うん、ね、あの玉川のチャレンジカップでもねあのお話しさせていただきましたけど、これからまだまだですなんていうコメントもありましたね。はい、うん、ね、まだまだクイーンズクライマックスもね、はい、残ってますので期待したいところですが、まあ、10月ねナルトも準パーフェクト V なんかもありましたね。そのレースとかもどうですか、はい、振り返ってみて。緊張してました。緊張するんですね、やっぱりね、はい、緊張されるときってパーフェクトかかってたんで、うんうん、はい、プレッシャーがありましたね、うん、そのプレッシャーにこう負けないようにこう人、はい、なんか緊張すると舞台袖で人手文字書いて飲むとか、はい、いろいろ緊張ほぐし方ってあるじゃないですか。はい、それはもうどういうなんか何もなく普通に乗るんですか、プレッシャーに負けないようにというか、あります。そうですね、はい、はい、もういつも通り、うん、はい、勝ちに行こうっていう気持ちで、うん、行ってました。すごい気持ちでプレッシャーを跳ねのけるっていうメンタルがすごいですね、うん、本当にね、うん、命がけでねレースされてますからね、うん、すごい我々が想像を絶するね、そういうプレッシャーと戦ってらっしゃると思いますけど、うん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 、ね、それではですね、まあ、小野選手にも聞いてみましょう、うん、はい、どうですか小野選手も今年振り返ってみて、はい、うん、私は特にこれといったあの活躍というか、はい、手応えもなくここまで来た感じですね、うん、去年と変わらずです、うん、あー、すごい。ただね今年は2月にあのレディースオールスターなんかもありまして、うん、地元でね優勝もありましたね、はいはい、そうですね、それが一番の思い出です、うん、今年の、うん、そうですね、はい、まあ、レディースオールスターだとねやっぱりファンの方の投票で出場できますので、あ、そうですね、まずそこからね、ファンの方のおかげですね、うん、はい、これやっぱ地元で優勝するとかなると嬉しいですか、うん、気持ち的には。はい、はい、嬉しかったです。芦屋は本当にあの一番練習した水面で一番お世話になってる水面なんで、うん、はい、すごい嬉しかったし、うん、なんか優勝戦もそんなに緊張っていうかせずに、うん、なんかいつも通り行けた感じです。あ、いつも通りで優勝しちゃうっていう ね、 ね選手さすがですよ。はい、うん、またね7月のね、うん、SG でもね準優勝戦進出なんかもありましたけど、うん、そのあたりはいかがでしたか。芦屋、はい、は本当に相性が良くて、うんうん、あのープロペラとかも結構分かりやすいんで、はい、いいと思います、うん、じゃあねちょっとね芦屋のレースね今後楽しみになってきそうですが、うんうん、今年ここまでね、振り返っていきましたけど、はい、まあ、今年振り返ってみてどうですか、印象深いレースだったり出来事っていうのはご自身でありますか、うん、皆さん遠藤選手どうですか。一番なんかで仕事面で印象に残って、うん、レースだけじゃなくてもいいですね。なんかご自身が出場されてたやつじゃなくて、うん、見てて、うん、このレースしびれたなとかもあったら教えてほしいです、でいきなり振られてます1年もなかなか振り返る、うん、難しいですよね。いっぱいレースありますからね、うんうん、女子王座、はい、うん、あ、女子王座ですね、はい、うん、はい、うん、ですかね、うん、はい、あ、小野選手もあってなってる、うん、いやもう本当に感動しました、遠藤さんの優勝、ね、もうね、うん、控え室で顔面蒼白してたんでね優勝戦の前、もう本当にもう大丈夫っていうぐらいもう血の気引いてたんで、そうなんだ、もう心配しながら見てたんですけど、はい、よかったよかったと思って小野選手もこうちょっと外で見守りながら、はい、もう安心したというか、そうですね、やっぱ優勝戦1号艇ってもうやっぱその節の主役っていうか、確かにもうその人が逃げる
っていう、うん、まあ絶対じゃないけどそういうレースだと思うんで、うん、その人の顔じゃなかったです、ね、その得点トップで準優逃げた人の顔じゃなかった顔面蒼白だった遠藤選手、はい、新人が初優出で1号艇みたいな顔してました、そんなプレッシャーがやっぱかかるんだな、うん、すごい顔でした。渡辺選手もその時はあの遠藤選手見ましたか？いや私はその顔は見てないですね。あそうか一緒に走ってますから、うん、あそうかそうかそうか、はい、私は、うん、私で、はい、緊張してましたそうなんだ。いかがですか、そのレース印象的なところありましたか、渡辺選手。え私がですか、はい、女子王座あ、私は G1 初優出できたんで、うん、はい、いい説でしたいい説でしたありがとうございます、うん、そうですよね。やっぱりね、リリースチャンピオンになるとね、うん、やっぱり女子の4大レースの一つになるので、うん、やっぱりね皆さんね思い出深いレースではあると思いますが、うんうん、ここでですね、昨日もやったじゃないですか、この女子っていう配信ですね、はい、クイーンズクライマックスの配信、うん、昨日ですね平高奈々選手、うんうん、森谷美穂選手、そして西村美智子選手がですね、出演されていたんですが、今日のですね、3選手にですねメッセージを預かっていますので、ちょっとここで発表させていただきたいと思いますちょっとなんかいい予感しないみたいななんとですね、はい、あの皆さんのあざとポーズ、あざとポーズ、あざといポーズをしてほしいっていう、うん、あの要望が来ていまして、はいはいはい、特にですね遠藤恵美選手のあざといポーズが見たいと。あ、見たい、あざといポーズ、ちゃんのあざとポーズ見たい森谷さんやろ、誰誰からでしょうね、誰からかなって、うん、すごい盛り上がりでしたよ、ね、でね、パワハラですよ、まあ、コメントでもたくさん来てますよ、はい、ね、遠藤美選手のあざとポーズをね期待してる声がたくさん届いています。ちょっと待って、はい、やばいや、気になる、気になるめっちゃ気になるじゃあちょっとお一人ずつお願いしましょうか。どうですか大島さん、のあざとポーズとかってあります？あざとポーズってどういうことですか？ちょっと私もなんか最近の言葉すぎてよくわかんないんですけど昔で言うと上目遣いとかそういうことですよね、きっと。アヒル口とかですかね、うんうんうん、ちなみにあの森谷選手はこうやってました。あ、やっぱこういう系になるな。あ、いつものやつね。ああ、ブリッコ。あれやったんだ。いつものやつ。あざとポーズ。ぜひですね、ファンの皆さんに向けてお三方お願いしたいんですが、どなたお先に行きますか？あ、お一人ずつ？お一人ずつ。え、絶対？でもやっぱ大鳥は遠藤選手になるんでしょうね。そうですね、鳥は遠藤選手になるんでしょうね。なるほどね。じゃあちょっと順に行きますか、順番に行きますか、うん、ね、じゃあ渡辺恵美選手もお願いしてもいいでしょうか。あざとポーズ、これさ、あざとキャラじゃないですか、いや、はい、うん、違う、森谷さんよ、うん、うちらキャラじゃないですよこれ、うん、じゃあ行きましょうか、準備はよろしいでしょうか。無茶ぶりなんだ、ちょっとお手本で、お手本、お手本、お手本いいですか。あ、お手本、しかお手本小野選手、お手本小野選手、これさ本当に恥ずかしいよ、もうビールのマント、はい、じゃあ行きましょうか、はい、3、2、1、はい、イエーイ、あーさすが、イエーイ、爽やかな、それ乗りで大事、勢いとノリでなんとかね、そうです、そうです、うん、もうあざといとはかけ離れてますけどね、でもでも、はい、じゃあ次は渡辺美選手いきましょうか。お手本が出たところで、はい、お手本が出たところで、はい、はい、どうしようどうしよう、準備大丈夫ですか。お手本になってなくない意味もよく分かってないですけどお手本になってない、お手本になってないよ、はい、じゃあ次いきますね、はい、3、2、1、はい、ああ、はい、めっちゃ可愛い、こういう感じですね、小動物系、正解、今のが正解ですね、あざとい、今のが当て本です、遠藤選手の顔面が蒼白になってます、頑張れ、リスちゃん以外の
頑張れ、はい、この試練を乗り越えるんだエリちゃん、ね、誰かからの密告が届いてましたからね頑張れ頑張れじゃあ行きましょうか、はい、はい、かわいそう超マジでマジで許さねじゃあ行きますよマジ許さん3、2、1やばい、はい、面白いあーかわいいやってくれたかわいいかわいいゆみちゃんやったーめっちゃ頑張った本当にもうね、はい、皆さんね、ぜひですね、あの YouTube とかご覧の方はグッドボタンお願いします。このですね、うん、はい、どうもグッドよ、グッドで、頑張りに、ね、ありがとうございます。こういうのがちょいちょい入ってくるんですか、もしかして、はい、ちょいちょい入ってくるかもしれませんね。これはやばい。皆さん心しておいてください。ちょいちょいこういうの入ってくるそうですから。はい、さあではですね、続いて、はい、うん、クイズクライマックスについて、うん、本題に行きましょうか。お願いします。はい。まあね、クイーンズクライマックス、うん、まあ、お話伺っていきたいと思いますがすごい温度差がすごいですね。そう、温度差がすごいですね。気にしるとね、確かに確かに。いやでもファンの皆さんは喜んでますよ、すごい、よかったよかった、うん、いっぱいチャット来てますから、うん、本当にね、めっちゃ顔真っ赤、激レアやんっていうコメント来てますよ。辻英雄選手のあざとポーズが欲しいってね、うん、あ、これ、うん、そうこれじゃない、ね、クイーンズクライマックスね、はい、まあね、ちょっといろいろ聞いてみ、きたいなと思いますけど、うん、まあ、どうでしょう、クイーンズクライマックス、あの普段の女子戦と違うところはって、うん、結構ね、そういう質問もありますけど、どうですか渡辺由美選手、まあ、今回初出場になりますけど、クイーンズクライマックスへの思いっていうのはいかがですか、はい、うん、あの福岡であるって決まってから、はい、すごく、はい、モチベーションは高くいられたんで、うん、はい、あの思いは何ですか、なカミカミ引きずってますね完全にちょっとね、あざとポーズの打撃が、打撃が来て、打撃が来て、はい、もう無言のツッコミが小野さんのもう我慢できんかったね、そうですね、はい、うん、ね、地元で初出場っていうのがね、すごいなんか運命的なもの感じますよね、すごく。そうですね、あの、うん、はい、楽しみです、うん、ね、今年の、ね、渡辺選手の走りを、ね、皆さん、うん、ファンの皆さんも見ていて、ね、きっと応援されている方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますからね、うん、はい、ファンの期待に応えてということですが、はい、そしてですね、まあ、ね、同じく地元といえば、ね、うん、小野選手も、まあ、クイーンズクライマックス今回です、ね、地元での、参戦となりますが、どうですかクイーンズクライマックス、はい、まあ、でも小野選手といえば、ね、8年連続8回目ということで、もう常連ですけど、あ、うん、うん、そうですね、でも常連ですけど、うん、全然結果が残せてないんで、はい、うん、この間博多で会った時も、はい、1回も連に絡めず終わってしまったので、はい、今回は、うん、あの地元のファンの方に、楽しんでもらえるようなレースできたらなと思います。そうですよね、やっぱ福岡ってどうなんですか、このボートレース場の特徴とかって。あ、そうですね、地元のお二人に聞きたいですね、うんうん、あ、冬場は結構うねり、うん、が入ってくると思うんで、水面はちょっと悪いかなと思います、うんうん、あ、そうなんだ、はい、福岡だとこの南郷なレース、このこ、あ、南郷亭じゃなくて、うん、コース、コースに入りたいなとか希望もあるんですか、インコースよりこの辺がいいなとか。いや、特にはない。あ、でも他の場よりはインコースよりも、はい、あのアウトコースとかが聞きやすいと思います。うん、はい、やっぱうねりの、ね、うん、そうですよね、影響で、うん、うねりにね、そうですね、ね、はい、多いですもんね。うん、どうですか渡辺由美選手は、まあ、ね、地元ですけど福岡の水面の特徴ってどんなところだと思います。うん、小野さんの言う通りです右に同じくみたいになってます。全部言っちゃった何回完璧でした完璧の説明でしたか、わかりやすかったです、ね、でもちなみにですね、あの昨日出場さ、うん、あの昨日あの YouTube に出られた西村美智子選手が、はい、あの同じくあの渡辺由美選手と初出場、ね、同じ組なので、うん、あの西村選手が3年ぐらいあの福岡走ってないらしいんですよ。なので、同じ初出場組の渡辺由美選手に、あの福岡の攻略方法を聞きたいって言ってましたよ、はい、お
教えてほしいってアドバイス、うん、うねりとお友達になることです。うねりとお友達になる。お友達になった方がいいな。はい、へえ、そうか。お友達になって引っ張られたら嫌ですけどね。でもうまくね、本当に仲のいいお友達になれるといいんです ね、はい、ね。どうしたらお友達になれるんですか。心を開くことですか、ね、あ、なんか深い気もするけど浅い気もするんですけど。そうか、はい、ね、心を開いていただきましょう。そうですね、はい。そしてね、遠藤選手、まあね、クイーンズクライマックスにかけての思いっていうのはいかがですか。はい、うん、そうですね、うん、今年最後のレースなんで、はい、はい、全ての力を出し切って、はい、はい、結果を残したいですね、最後に。そういう、はい。いやいや、ちなみに遠藤選手、福岡の印象っていうのはいかがですか、今回の舞台の。嫌いではないですね。 うねりとはお友達ですか。いや、喧嘩したりもしますけど。まだね、はい、仲良すぎて喧嘩もするんでしょうね。ね、そっかそっか、ね、すごいね、楽しみではありますけど、うん、ちなみに、まあね、福岡モーターね、まあ、1年間ね、由美選手とかは走ってらっしゃらないと思うんですけど、どうですか、小野選手と遠藤選手、福岡なんかいいモーターとかってありますか。パッと思い浮かぶ。え、なんかもう発表されてますよね、クイーンズクライマックスに出るモーター。発表されてますね。はい、ちなみに24号機がですね、注目のモーターになってまして、うん、寺田千恵選手のですね、旦那様の辰馬選手がですね、以前乗られていて伸びがめちゃくちゃ良かったっていうコメントもありました。うん、あとは14号機とかも結構出てましたね、情報では。なのでね、いいモーター皆さんね、この出てるメンバーがね、引いてくれるとね、すごい嬉しいですよね。でもそのモーターも抽選じゃないですか、うん、で先ほどから運って言いますけど、うん、皆さん引くときはやっぱり願掛けとかするもんですか。しないです。あ、もう全然普通に引く、うん、はい、どんな気持ちで引くんですか、抽選のときとかって。気持ち、うん、もう別に当たり前。全然無なんだ。うん、お願いみたいにはならないんですね。ならないですね。あ、そうなんですね。は、はい、結構皆さんさっさっさって引かれてきますもんね、なんか見てると映像、さっさっさって。そんな気にしないですか。そうですね、悪いの引いたな、今回運悪いなとかも別に上げ下げなく。まあ悪いのよりはいいのがいいですけど、まあしょうがないですよね、うん、自分が引いたから。はい、はい、そうなんだ、やっぱその辺は気にしないんですね。どうですか、大島さんは。なんか、うん、まあ、この抽選とかは今までの仕方であんまりないかもしれないですけど、オーディションとかやっぱり、うん、あったと思うんですけど、今までの人生で、はい、そういう時とかって願掛けとか。願掛け、うん、私も結構何も願掛けとかしないタイプですけど、うんうん、一応そのオーディションマイクは左手で持つとか、それくらい歌うとき左手マイクとか、そんな全然感覚ではないですけど、うんうん、そんな感じですよ。あ、ルーティーンみたいな、ルーティーンみたいな、なトイレは絶対真ん中入るとか、へ、なんか3個トイレがあったら真ん中のトイレに入ったりとか、そう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 、なんとなくするのはありますけどね。なるほどね、うん、そっか。じゃあ次のね、話題に行きましょうか。はい、うん、ここでですね、うん、まあ、1番は誰だアンケートをですね、皆さんにやっていただきたいということで、はい、はい、こちらですね、うん、出題された質問について3人の中で1番だと思う人を同時に答えていただくというね、面白そう、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、あ、この5項目あります、皆さん、うん、なのでこの中で、はい、じゃあまず1つ目、はい、この中で1番レースになると性格が変わる人は誰。そんないるんですね、なんかバイクまたがったら、ねね、うん、車とかはよく言いますよね、言いますよね、ハンドル握ると性格変わるとかね、うん、でもレースもハンドル握りますからね、うん、どうですか、シンキングタイム、性格が変わる人、みんな変わらんくないですか。変わらんよね、変わらんよね、みんな
みんな変わらんと思う。そのまま、そのままの感じ、よし勝つぞみたいな気合い一番入る方とかもいらっしゃらないですか？みんな入ってると思いますよ。そうか、そんなに変わらない。次これなし、みんな変わらない、はい、次これ、はい、みんな変わらないということでした。次ね、この中で、はい、この次って、はい、この中で一番モーターの調整を合わせるのが早いと思う人は誰？早い。でもさ、もうずっと未刀剣さ、なんか苦戦してるなとか、はい、あったなとか、そういうのも全部もう見てるんで、苦楽を共にしすぎて、一概にはっていう、調整合わせるのが早い、早いって、あ、でも、これ大事ですよね、クイーンズクライマックスでは、結構大事ですね、ね、早いの基準が難しい感じ。確かにみんなずっと調整してますもんね。そうずっと調整してるし、ちなみにですね、昨日 の、はい、あのリモートの YouTube では遠藤選手 の、 あの名前上がってましたよ。早いって。いやめっちゃ遅いですよ。自覚はないですね。早い自覚はないけど、ない早い人います？この中だとどうですか？そうか、みんなずっと叩いてるって渡辺選手も言ってました。2人とも早いですよ、遠藤選手と渡辺選手、2人とも早い、本当に。小野選手は結構じっくり、セイナもセイナ早い、早い。ほら小野さん、いやもう本体から合わせますもんね。本体も見る、はい、ちなみに全女子選手の中で、めちゃくちゃ早いなっていう選手っていらっしゃいます？今回のこの 3方だけじゃなくて、パッと思い浮かぶ、そのエンジンによりますもんね。あ、エンジンによるけど、出すなと思うのは山川さん。山川さんは伸び仕上げるイメージですもん。そうなんですね。でも仕上がっってるのにもうずっとやってるみたいな、作業はずっとされてますね。へー、はい、本当にすごいです。仕上げるのは早いけど、ずっと作業をしてこうキープし続けるみたいなことなんですよね、状態を。そうですね、いろいろ試して、はい、そうですね、されてると思います。でももうここお三方で言うと、みんなそれぞれがみんな早いって言い合うっていう、確かにレベルが高いからみんな早いですね。そうなってない。みんな早いということになりました。この3人だとね。この中続いていきます。はい、この中で一番寒さに強いと思う人は誰？これはボートレース関係ないから。関係ないですね。でも冬のレースとか寒いですもんね。寒さに強いと思う。はい。暑さには強いけど、暑さは小野さんですよ。いや、ゆみちゃんも強いやろ、暑さに。暑さに強いのもすごい、ね、寒さか。でもめんちゃんは寒そうにしとるよね、ずっと。寒さに弱そう。今くらっても寒い、ね、キャンプ場寒そうだしね。なのに寒いとこに行くっていう、寒いのは好きなんですか、遠藤選手？寒いの嫌いです。嫌いだけどキャンプにはそうか行くんですね。暖かくしてね。じゃ寒いの、じゃ遠藤選手弱いとして、小野選手はどうですか？暑いのが強いけど、寒いのも強いと思います。暑いのも強い。でもゆみちゃんも多分強いと思います。でもゆみちゃ ん、 なんか電気毛布持ってきてなかった宿舎に？最近でも持ってきてないですよ。持ってきてない。じゃあどっこいどっこいですね。今1位を勝ち取れるところだった。くそ、強くなってきたんですね、寒いのにね。強くなってきたみたいな。寒いの強いなっていう思うエピソードあります？こんな時私全然大丈夫なの、みんな寒がってるけどみたいな。水神祭とか、ありますあります。あります。いけます。冬でも。本当ですか？渡辺選手、はい、ゆみちゃんが水面いけちゃう。はい、全然いつでも。ゆみちゃん強いかも。へー。すご
大体参加してます、ね、泳ぐのも好きやしね。はい、すごい。ゆみちゃんだ。じゃあこの中だと一番最初に強いのは渡辺選手。ゆみちゃん、ね、うん、ね、うん、ちなみに昨日は西村美智子選手が一番寒さに強いんじゃないかっていう話になって、あのレース場でもいつも半袖でいるってお話しされてました。確かに半袖でいますね。確かこの間も半袖で走ってた気がするな、うん、すごいな、冬寒いよね。で、この中だと渡辺選手ということになりましたね、うん、いした、はい、はい、続いていきましょう、はい、続いてこの中で一番おしゃれだと思う人は誰ですか？おしゃれ、おしゃれ、お、えんちゃん。おお、もうだってやっとうことがおしゃれやもん、キャンプとかね。確かにね、確かに。しかも欲しいもん全部買うけん。そうだね、運転ですよね、毎日が確実にもうおしゃれじゃないですか。うんうんうん、生き様もおしゃれってことですよね。ファッションだけじゃなくてね。そうです、そうです、はい、うんうん、欲しいもん全部買ったのにおしゃれじゃなかったらおかしい。やばいやん。プレッシャー、プレッシャーかけられてます。いや、おしゃれです、えんちゃん。あ、おしゃれですか、うんうん、おしゃれ。渡辺選手から見ても遠藤選手はおしゃれですか？うん、はい、おしゃれです。あ、そうなんだ。この間も可愛いものいっぱい持ってます。可愛いものいっぱい、後ろで可愛い靴履いてました。おあ、そうね、うん、はい、おにゅうって言ってましたもん。あ、やっぱ毎日がご褒美だから。そういえばおにゅうって、おにゅうと、おにゅうの作業靴でした。ウケる。おにゅうの作業靴とか絶対履かんよね。、うん、めっちゃ可愛かったっす。マジ、もうおしゃれの上にセレブ。おしゃれセレブ、確かに勝ち組だな、本当に。遠藤選手そう言われていますが、うん、そんなことはないと思います。自覚はない。セイナとユミちゃんの方が絶対おしゃれ。でも生き様がおしゃれっていうことですから、うん、これはじゃあ、ね、ね、一番は遠藤恵美選手ということでよろしいでしょうか、うんうん、はい、ということになりました。はい、うん、はい、お、うん、なんかスタッフさんが聞きたいことがあるそうで、ね、そう、女子選手の中でってなったら誰が一番おしゃれですかと、これファッション的なことなのかな。あ、でも私服はそんなに見る機会ないですけど、うん、レース場でね、なんかレース場って結構汚れるんですよ、うんうんうん、油とか、はい、そういう作業するんで、うん、なのにおしゃれしてるなっていう人は、はい、いますよね。あ、みんないます、揃ってる。誰だ、多分。え、おらん。え、思い浮かば、嘘。え、おしゃれ、え、みんなおしゃれやけど、たくさんいます、たくさんいます、たくさん。え、その作業中おしゃれだなっていう格好してる方はちなみにどなたですか？はい、え、平高さん、うん、平高奈々ちゃん、平山さん、うん、あと池田ひろみさんとかもおしゃれやなって思います。あと、えんちゃんもおしゃれやし、うん、ね、おしゃれよね、ひろみさん。うん、なんか可愛い格好してます。へー、そう、作業着なのに、作業着なのに可愛さ、ね、やっぱそこでもちょっと こだわってやったりできるんですね、うん、多分そうですね。うーん、はい、昨日だってさっきも出ました、平高さんの名前が出てたそうですよ ね、うん、ね、出てたみたいですね、うん、平高さん派手。あ、そうなんだ、派手、派手おしゃれ、それはそれは見てみたいですね。うん、そうなんですね、いろいろ皆さんされてるということ。でも一回堀之内清子選手が、うん、あの調整してる時にモンクレ着ててびっくりしちゃったことあります。モンクレの、あの高そうなの着て、あの調整されてると一回見かけて、汚れちゃう。そう、すごいびっくりした。確かに堀之内さんおしゃれです。かわいい、すごい、いつも綺麗にしてます。髪型がおしゃれです。髪型おしゃれ、ね、ね、いつも決まっとる。そうかそうか、 ね、 そうなんですね、女性だからいろいろ身なりも そうね、力も入れてる方も多いですね、うん、じゃあ最後の質問でございます。はい、この中で一番女子力が高めだと思う人は誰？あらあらー
なんかね、さっき渡辺選手はね、高層風呂入ったりとか、うんうんうん、ちょっと女子力高そうな発言もありましたけど、ね、なるほど、はい、なるほど、うん、なるほど、女子力が小野さんじゃない、小野さんじゃないですか、私かしら、どうですか、いや私以外、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 確かに二人とも女子力高め、うん、でもえんちゃん女子力高いんですよ、意外にこう見えて、意外にすごい、こう見えてあのなんかね、ちっちゃい小動物とかめっちゃ好きですから、あー可愛いものが好きなんですね、うん、女子力、ハムスターの動画ね、ハムスターの動画ハムスターの動画でいつも癒されてるんで、可愛いところがあるという、可愛いでしょ、ね、うん、すごい可愛いらしい、乙女なんですよ、うん、そうなんですね、小動物が好きなのはすごい可愛いですそう女子力っていうと小野選手ですか、ユミ、うん、ちゃんも、あ、ユミさんも、うん、渡辺選手も、いい勝負、小野さんのいい勝負、美容、美容、美容の力の入れ方はすごいですよ。聞きたい。美容好きですよ。聞きたい、私、うん。今ハマってる美容は何ですか？ね、ええーうん、美顔器とか。でも最近セルフネイル始めて、すごい。家でやって、あ、でも今ちょっと全部撮ってるんですけどね。ちょっとクイーンズクライマックスに向けて気合い入れてセルフネイルしていこうと思います。楽しい。女子力高めですね、めっちゃ高いじゃないですか、めっちゃ高いすごいですね、うん、セルフネイル、どうですか渡辺選手は、あの酵素風呂以外に何かあります、はい、ホットヨガですかね、あ、ちょっと暑いところ好きですね、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 汗かくのが好きなんですね、汗かくのが好きです、うん、デトックスしてるんだ、あ、髪の毛は最近ちゃんとトリートメント行ったりとかし、インナーカラー入って、はい、ね、いつも髪の毛すごいツヤツヤだから、うん、すごい綺麗と思ってた、そう、そこだけですかね、いや、めちゃくちゃそれすごいことですから女子力高い、うん、すごい偉い、ね、うん、ちなみに、あの女子選手の中で女子力一番高いんじゃないかなって思う選手っています？うん、でもめっちゃ高いと思います本当に、宿舎で、あのぬいぐるみ作ったりとか、西村美智子さんとか、めっちゃすごいですよ、宿舎で毛糸でぬいぐるみ作ってますよ、すごい、マフラーとか、岩崎さんもすごいです、あ、うん、帽子作ったりとか、います、洋服とかも作ったりしてます、すごい、手先が器用ですね、す皆さん、それは女子力高い、女子力高いですよ、あとなんかお肌の、うん、美容系の、美容系の、うん、あのやってる方多いですよね、なんか、まあ、ディーリングとかでなんかボロ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 、ね、狙ってる選手が多い、ランタイム中ね、そう結構流行ってますね今それ、ね、流行ってますよね、そうなんだね、はい、うん、でもなんかあの小耳に挟んだんですけど、うん、発祥は山口剛さんだって聞いたんですけど、あれ本当ですか、え、その、知らないです、あの今女子の中で巷で流行ってるこのピーリングが、うん、あの男子選手の山口剛さんが発祥って、はい、ちょっとピットで小耳に挟んだんですけど、さんめっちゃ肌綺麗かも、そう、なんか俺が流行らせたって言ってる、言ってるらしい、え、そうなんですか、初耳へえ、そうなんですね、そうなんですよ、そう、いや面白いですね、うん、そうなんです、やっぱ女子力は高い、皆さん高いということでございました、うん、ありがとうございます、うん、さあここで今回はですね、選手の皆さんに今年の思い出やお気に入りというテーマで写真をお借りしてきました、うん、ここで紹介していきたいと思いますが、まずはじゃあ遠藤選手のお借りしたお写真はこちらです、おお、何ですかこれ、え、お家、え、ペンション、はい、実家を建て直しました、わー、めちゃくちゃ豪邸ねー、素敵な、もうペンション別荘のような、ちゃんとは畳もあって、これこだわりとかはどの辺に詰め込んだ感じですか、あの全部木とか漆喰とか自然なものでしか、うん、はい、作ってない、あ、もうナチュラルな雰囲気で癒される感じですよね、はい、はい、これ完成はいつなんですか、あ、もう完成しました、8月に、してるんですね、
あ、はい、そっか、じゃあ完成してもう掃除もかけ終わった後ぐらいの、うん、はい、ね、そうですね。はあ、はい、ほんとな、すごい、めちゃくちゃ広い、キッチンとかもうなんかルームツアーしてほしいですね。素敵すぎるね。いかがですか渡辺選手、このお家を見て。いやちょっとお借りしていいですかね。本当になんかここでみんなでなんか合宿っていうか、うん、ここキャンプでね、うん、使いたいぐらいいいペンションみたいな感覚ですよね、うん、みんなでちょっと行かせていただきます、うん、いつでも OK で終わった ね、 ね、うん、いつでも OK、 本当ね、高級旅館やって来てますよ、チャットとかもね、すごい、うん、ペラ小屋にしたらと、うん、これ、ね、温泉が近くにありそうだもん絶対ね、うん、そうですよね、そんなぐらいの雰囲気が出てるからすごいですね、うん、めちゃくちゃ素敵ね、うん、素敵なお家ですね、うん、じゃあ続いてのお借りした写真はどなたのでしょうか、こちら、おお投げ込まれてるね、渡辺裕樹選手ですかね、うん、あ、これ冬さん、俺水人祭かな、あ、うん、あ、あの時の小野さんが投げてくれてウケる、これ、あ、懐かしい懐かしい、すごいナイス写真、シャチホコのような瞬間を、すごい綺麗な、うん、これ飛び込み方、これあの神里琴音ちゃんの水人祭の、はい、おまけで私が飛び込むんだんですけど靴下履いてるじゃないですか、ねえ、ね、なんかあのついでに投げてもらいました、入りたくなったんです ね、水の中に、なんか投げちゃうよって言われて、はい、あ、いい写真いい写真ですね、野中選手、林選手とね、これは、はい、うん、琵琶湖で優勝した時です、うん、ね、男女ダブル戦ですね、うん、はい、優勝した時、素敵な写真、はい、いいですね、うん、やっぱ渡辺選手は飛び込みがちなんですか、水の中に飛び込みがちです泳ぐの好きって、ね、おっしゃってましたもん ね、 ね、はい、すごい、最高で1節で7回落ちたことあります、7回、はい、人の水人祭ですけどいつもこう一緒に投げてもらってるんですねいや飛び込んで自分で、自分から、はい、すごい、はい、一緒にお祝いするね、クライマックスもね水人祭あったらぜひですね、そう、もう前世は人魚だっていうコメント来てますよ、うん、はい、確かに人魚姫みたいだなってね、本当にそれぐらいのね、はい、頻度で飛び込んでます ね、うん、ね、はい、うんうんうん、すごいですね、はい、コメントもすごい盛り上がって、すいませんね、皆さんとのお話が楽しくてコメント全然読んでなくて申し訳ない、拾ってなかった、うん、すいませんすいません、ね、本当に2500人がね今ね、うん、見てくれてるんですけど、 YouTube とかでね、見れるんですけど、あとボートキャストっていうね、サイトで見れるんですけど、すごい皆さんにね、うん、コメント来てますよ、いっぱい来てます、うん、へー、ね、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひですねグッドボタンも押していただけると嬉しいです、うん、はい、はい、さあ続いてお借りしたお写真見ていきましょう、うん、こちらです、わー、いい絵です、誰だ、小野選手、小野って書いてありましたね、素敵な、かなり美化されております、いや、めちゃくちゃ素敵な絵ですね、うん、これはどんな思い出が、弟子ができたんですけど、はい、奥村明日香ちゃんっていう子で、うん、はい、その子が、うん、私の誕生日に、はい、なんか似顔絵をわざわざ描きに行ってくれたみたいで、プレゼントしてくれました、いや、それは嬉しい、はい、もうありとあらゆるあらを消してくださって本当にありがとうございますもう嬉しかったです、本当に、すごい、初の、ね、お弟子さんっていうことで、うん、どうですか、そうですね、うん、師匠になられた気持ち、いや、もう弟子とか、うん、なんかこうお願いされると思ってなかったんで、うん、本当に嬉しかったですし、うん、もう本当に一緒に頑張ろうって思います、うん、はい、もう何でもしてあげたいなと思います、
ね、ちなみにね128期、奥村飛鳥選手ですね、うん、どんな選手ですか？そうですね、うん、まだターンとかは練習中で、うん、まだ一着とか取ってないんですけど、はいはい、すごい性格が前向きでポジティブで素直で本当に頑張り屋さんなので、はい、もうこの子は絶対に強くなれるなって思います、うん、一緒に頑張りたいなって思えるような、うん、本当にいい子だと思います。へー、はい、皆さん応援お願いします。ね、今日までねカラスで走られてますもんね。なのでね、そうですね、今日も走ってますね、うん、12月29日から芦屋でね、うん、はい、走ると思いますので皆さんもねぜひね注目して、うん、注目したい、うん、いただきたいと思います、うん、はい、お願いします。この弟子制度っていうのはボートレースでは結構あることなんですか？うん、そうですね、うん、他の世界というか、うん、他のところにもあると思うんですけど、ボートレースにも、はい、うんうん、ありますね、はい。遠藤選手は、うん、お弟子さんは、はい、いないです。あ、師匠とかは、うん、師匠はいます。あ、そうなんだ、うん、それ自分からやっぱ行くんですよね、はい、弟子にしてくださいって。はい、自分でお願いして、はい。へー、この師匠をこうこの人に教えてほしいなって思ってこうその方にお願いした理由とかってどういう感じだったんですか？レースがかっこよくて、自分もそういう風なレースする選手になりたいなと思って、うん、はい、師匠にお願いしました、ね、あ、そうなんだ、なんかいいですね、その師弟関係があるっていうの、うん、このスポーツ界でとかあるのもまた素敵だなっていう、うんうん、思いますね、うんうん、ん、あ、遠藤選手の師匠、うん、師匠のお名前は深井さんです。深井俊久さんです。あ、深井選手。へえ、うん。そうなんだ。え、渡辺選手は憧れの選手とかそういう方はいらっしゃいますか？憧れの選手ですか？うん。いや、たくさんいすぎて、はい、はい。そりゃそうですよね。あ、二人も目の前にいるし、うん、言いづらいですよね。この一人っていうのはね、皆さん尊敬する人ですよね、きっとね。はい、ね、うん、え、うん、そう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 。チャットのコメント読みますか、うん、そうなんですよね、もう2500人ですね、うん、突破してまして、うん、そう、皆さんありがとうございます、コメントいただきましてね。あ、なんか遠藤恵美選手の師匠が森田俊介さんかと思ったわってコメント来てます。違います。ちなみにどうですか、森田選手はどうですか、遠藤選手が。はっきりとした違いますいただきました、ね、違いますか、はい、はい、違います。以前何か の YouTube で拝見したんですけど、うん、森田選手が遠藤選手についてコメントされてる YouTube 拝見しまして、うん、ペラ小屋で、うん、遠藤さんがこう叩いてるのをいつも僕も見習いたいと思って見てるっていう話してましたよ、 YouTube で。いや、見てないです。今休んでます。見てない。しかも森田選手のツイッターは最近ちょっと拝見させていただいた時に、うん、チャレンジカップで、はい、辻栄三選手とウィニングランしてるやつを、はいはい、森田選手が載せてて、うん、すごい加工されてましたよ、遠藤選手。いや、見ました、見ました。いい思い出が汚されました。そう、この映像ですね。そう、すごい、こんな素敵な映像なのに。そう、素敵な映像で、そう、いや、なんか本当に二人で乗って、すごいこう肩組み合って、すごい映像だったんですよ。めっちゃ優しい、ね、めちゃくちゃ優しい。やばいね。これを大人の余裕加工した。加工したんだ。
優しい。あ、素敵な、すごい映像ですよ。辻さん、もうすごい、本当に、ね、素敵。辻さんは本当に素敵。ね、辻さんは、ま、辻さんは。ねえ。私ちょっと気になるコメントというか、これ聞いてみたいなってコメントが来まして、はいはい、うん、車の運転とボートの運転どっちが難しいっていう質問があるんですけど。100%ボートでしょ、みんな。車ってみんな取ろうと思えば取れる免許ですからね。 100% ボートが難しいそうです、皆さん、はい、うん、それはそうです。本当にね、映像だけにいい映像とね、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、辻映像さん、ね、人気ですね、辻さん ね、辻さんのコメントだらけになっちゃいましたよ、はい、本当だ本当だ、新人だ、かっこいいな、うん、2人とも大好き、うん、ウクレレ辻さん、うん、あ、小野選手、うん、ウリュウ選手に一言お願いしますって来てますよ。ウリュウさん、はい、いやすごかったです、ね、まあ、事故が多発してちょっと危ないシーンだったんですけど、うん、まあ、でも本当にウリュウさんのあの一幕は本当に感動しました、うん、もう素晴らしかったです、うん、ね、おめでとうございます。ちなみにウリュウ選手ってどんな選手ですか、小野選手から見て。え、もう本当、うん、明るいというか、なんかひょうきんな感じですね、レース上でも、はい、もうレースはもうガッてやるんですけど、はいはい、負けても勝ってもずっと変わらないですし、うん、もう本当になんていうんですかね、もうみんなが言うような神みたいな、何でも教えてくれますし、はい、すっごいいい先輩です。うーん、ね、あ、ね、そう、その話で言うとね、グランプリね、ありましたけど、どうですか、渡辺選手はこうグランプリご覧になって、はい、どうですか、感想というのは、まあ、ちょっとざっくりした質問になっちゃいますけど、うん、いや本当に見てて一層一層の重みがすごいなと思って、うん、私も戸田を走ってたんですけど、はい、一層一層の重みを感じて、私もちょっとイメージしながら走ってたんですけど、うん、もう想像できないですけど、うん、行きたいなって思いました、うん、はい、ね、はい、ちなみに西山選手に一言っていうのも来てますけど。どうですか、一言系が多いんだ、言いにくい。すごいすごいですよね、ね、本当にね。遠藤選手はどうですか、グランプリご覧になって。はい、うん、いやすごかったです、はい、本当に、うんうんうん、うん、事故もちょっと多かったんですけど、うんうん、そうですね、それは、うん、はい、大変でしたね、うん、うん、あそこですごい力を出し切れることが本当にすごいなと思いました、うん、見てて、はい、ね、ちなみにこうあれですけど、ちょっと初心者っぽい質問になってしまいますけど、どうですか、普段走ってるレースとやっぱり SG に行った時、うん、こうな、何が違うってすごいちょっとざっくりとした質問になっちゃいますけど、そうですね、なんか走り方とかに変わっ、走り方とか変わったりとかしますか、 SG に行った時っていうのは。どうですか遠藤さん、うん。走り方はもう全然やっぱり10戦とかではと同じようではいけないので、うん、もっと頭使わないといけないし、うーん、はい、そうですね、なんか考えることも増えるっていうことですよね、うんうん、なんかもうすごい全然ボートレース関係ない質問1個いいですか、はいはい、うん、自分が仮に男性だった場合、うん、どの女子レーサーと付き合いたいですかっていう質問があったんですが。おー、うん、いますか、それぞれ。いい人いっぱいいるからな、うん、彼女にしたいみたいな。彼女にしたい、うん、もう本当いっぱいいるんですよ、いい人、いい子っていうか、うんうんうん、日替わりにしたいぐらい、誰やろう。
あ、え、チャラ男じゃないですかそれも。その中からこう一人この方って決めるとしたら、ね、絞りに絞って。誰にしよう。悩んでる、いい人が悩める幸せですね。魅力的な方、選手多いと思いますが、なんか友達みたいな、友達みたいにキャッキャ走り上げるだろうからこの選手がいいとかでも何でも、なんか大人な、でも日高さん面白いと思いますよ、付き合ったら。あ、ちょっとあのこう捕まえとかな、あの、うんうん、どっか行っちゃいそうですけど、でもそこがまたいいんじゃないですか、魔性な女というか、追いかけたくなる女性っていう感じ、はい、そうもうめっちゃ飲んだら楽しいし、常に明るいし、絶対楽しいですね。ね、いいよね、はい、アクティブやし、はい、ちょっと、あ、でも彼氏やったらちょっと心配になるかもしれないんですけど、うん、すごく魅力的な女性だと思います。なるほど、渡辺選手は、誰かな、佐々木ひろみさんは本当に可愛いなと思います、うん、美人だし、性格も本当素敵ですし、料理もうまいし、魅力がいっぱいあります。おー、いいです。料理とかもね、作ってほしいっていうのがね、はい、ありますね、はい、遠藤選手は、いやー、女性選手、小野ちゃんがいいと思いますよ。おー、小野さん、いやいやいや、私はもう、あの、ダメですよ、もう、ね、常に照れちゃった私は、ポリ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 ありがとうございます。さあ、ここで一つ変わりまして、ボートレーサーと一緒に写真を撮ろうのお知らせでございます。はい、もうすっかり、ね、おなじみになりました、うん、ボートレーサーと一緒に写真を撮ろうの、お知らせです、はい、今回はですね、クイーンズクライマックス出場のですね、12選手との、ツーショット写真を撮ることができます、うん、こちらはですね、12月26日そして27日の2日間限定公開となっておりますので、はい、皆さんもぜひですね、やっていただきたいと思います。ねえ、恒例ですよ毎回。ねえ、これなんかふとした瞬間撮られちゃったみたいな、躍動感ありますね。怖い本当に、カメラ目線じゃないという選手の皆さんが、そうなんそう、毎回のね、おなじみなんですけど、2日間限定になりますので、はい、ファンの皆様はですね、うん、ぜひやっていただきたいと思います、うん、26、27日限定ですからね、はい、お見逃しなくですね、はい、さあ、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりましたが、今日出演されてみて遠藤選手いかがだったでしょうか。はい、向いてないです。いや、そんなことないですよ。あのあざといポーズからいろいろ引きずってるかもしれないですけど。それですね。そうですね、もう最初からの打撃が強かったけど、いろいろお話聞いてよかったです。ありがとうございました。さあ、小野選手いかがでしたでしょうか。そうですね、うん、楽しかったです。あの遠藤選手のあざといポーズも見れたし、うん、はい、本当にまたもう一回見ようと思います。YouTube に残ってると思うんで、あそこだけね、ぜひスクショしてください。残ります、はい、待ち受けにします。はい、はい、あ、離れた、かわいい、かわいいじゃん。こうやって残る時代になってしまいましたね。本当にどうもありがとう。誰でしょうね、あざといポーズをね、見かけしてくださった方だったと、はい、ちょっとね、それも確認していただきたいね。ありがとうございます。渡辺選手いかがだったでしょうか。いや、楽しかったです。ありがとうございます。はい、レース上であの遠藤さんに誰か来られてるか楽しみですね。確かに、あざといとか言ってんなよってね、言われてる人が犯人ですからね。ぜひ見つけ出してください。なるほどね。ありがとうございます。それでは最後にですね、ご覧いただきましたファンの皆様に向けてですね、それぞれ一言ずついただきたいなと、メッセージをいただきたいなと思います。じゃあまずは小野選手からお願いします。はい、あ、最後までご覧いただいてありがとうございます。次はクイーンズクライマックスで今年大一番のレース走らせてもらいますんで、どうぞ応援よろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございま す。続いて渡辺選手お願いします。はい、今日はありがとうございました。今年最後集大成出せるように全部出し切っていきます。
伊勢塚を盛り上げます。応援してください。はい、ありがとうございます。で最後遠藤選手お願いします。はい、いつもたくさんのご声援ありがとうございます。最後にいい結果で恩返しできるように頑張るので応援してください。ありがとうございます。さあ第10回プレミアム G1 クイーンズクライマックスは12月26日から開幕いたします。2021年の最強クイーンを決める戦いに皆さんどうぞご注目ください。それでは皆さんお付き合いいただきありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。空に比べたらちっぽけだ。